じゃない、いいとこに。頼む、頼みます。これで倒せる。ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、モンストニルバーナ回、今更ですいません。あのね、当日にちょっと忙しくて仕事中にサッサッて入っといたんですよ。で、あのね、ゲームウィズさんで記事出たての時に適性だけ見て選んで入っといたんで、なんとなくこの適性見るとアンチワープかな、うん、ってことしか知りません。勝てるかな、頑張ります。まあこれデク君がいるからね。魔法陣があるんだよこれ。わかんないなこれ。2個踏まないといけない、こう言ってみる。2個踏みだから、はい、おお、いいんじゃないの。ああ、踏むな、よし、いいよ。待って、アンチ魔法、なんでピヨピヨしてん、なんでピヨピヨしてん、なにこれ、ピヨピヨ攻撃とかあんの今。はん、待って、レーザーストップでしょ。アンチ魔法陣あんのってデク君、え、な、誰もねえじゃん、誰もねえじゃん、あれ。まあまあなってもいいってことだな。うん、まあまあ突っ込んでいこう。ヒヨコはまだ治れるから。そしてニルバーナは超絶だから。ああ、今踏まなかった。にしても壮大な BGM だ。うん、そう、ちゃんと僕ノアとかもね、これ重心化させてますから。最近なんかのアイテムで重心ができるのがいいよね。そう、いつもなんかさ、水の石とか足りなくてさ、できなかったりするんだけど、あれが助かる。ああ、そっか、ノアはスピードアップ要因と SS でボス吹っ飛ばす系だな多分。これは、あえて、4つ踏むぐらいで。ほら、あ、やばい、ちょっと、角度が薄すぎた。あ、よし、完璧じゃない、完璧。いいよ、ひよこになってない、あんまり。あー、そっかそっか、トンボが回復。もうね、全然、ニルバーナ全然やってないから、ニルバーナと同じところがあってもあんま分かんないな。ただ、これ次攻撃来ないので、ほら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 。あー、なんか止まっちゃった。待って、1、2、3、4、5、6、7、全部踏むとダメなのか。これはちょっと上行って4つ踏みで、はい、あ、やべ、ノアのスピードアップがある。あー、あああセーフ、バトル1突破。ニルバーナはなんか変な、あの怒りゲージみたいなのあんのかな、普通のニルバーナみたいに。まあこれニルバーナ回だもんね。これどうやればいいんだこれ。なんとなく反射の方がやっぱいい感じがしてるけど、こういう感じでいいかな。ほら、あ、やべ、ダメだ、ちょっと動けない。いやいやいや、ちょっとやっちゃった。うん、骸骨が打ってきてんのかな、ピヨピヨ系。これはどうしよう、骸骨から倒した方がいいのかな。とりあえずこういう感じでいこうかな。天草にも当てながら、ほら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 、うわ、やばいやばい、気づいたらひよこだらけ、やばい。あれ、ノアが治ったんだけど、何、どういうこと。はい、暴れろ、硬い。ニルバーナってそうだよね、硬いんだよ。おお、強い、デック君。あ、トンボ倒さないで回復するのか。暴れようかな、こうやって。で、ノア踏んで、おら、正直これキャラめっちゃ強いからさ、全部。あー、踏めないんかい、ちょっと待って。おし、すっげえ嫌な音したんだけど。これやばくね、これやばくない、こ
これ即死なわけないよね、ガーゴイル。即死じゃないよね、超絶だから。鬼みたいになんないよね。レーザーストップが、天草のレーザーストップなかったらやばかったかも。これは縦感がいいな。はい、やばいな、ちょっと常識が何も分かってない。調べた方が良かったかな。これちょっとボスいけないで負けたとか言ったらボツになっちまうぜ。下の魔法陣踏みたい。よし、オッケー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 。あ、ほら、突破する頃にはひよこから帰る、治る。それが僕のスタイル。これはもう反射で、あ、いいね。のは次のデク君、あー、どっちがいいんだろうこれ。ただちょっと入れるか分かんないので、僕こういう、これが安全かな。はい、おし、ちょっとアバロン的な感じだな。ん、なんかピヨピヨって言ったのに治ったぞ今。これはちょっとこのボスやってみよう。天草のレーザー、硬くねー、なんかどうなっちゃってんのこれ。これはこの角度がいい。こんくらいかな。はい、オッケー、バイトルキルー、イエー。ば、アバロンみてえだな本当に。あ、これ下入れる系なん、下でも広そうだけど、斜めで入ってみるか一回。はい、あ、やっぱ出ちゃうよね。お、あー、ひよこ、よし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 、やっぱ反射だな。よし、これは多分いけると思う。ほら、いけ、いけるよね。オッケー、案外普通の弱点じゃないとこ殴っても入るねこれ。天草の SS ってこれボフンボフン系だよね。ボフンボフンボフンだよね。ノアは最後に触れたやつが上がるんだよね。新しくてさ、これ最後に触れた順に応じて、だから最後に触ったやつがいいんだよね。天草は爆発、あ、貫通タイプで爆発。オッケーオッケーオッケー。これは骸骨だよね。ノアはちょっと SS 要因かな、やっぱり適正って書いてあったんだ。あ、そう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 、止まっちゃうんだやっちゃったよ。あー、これは骸骨から、縦、あー、でも骸骨からにしとくか。ふい、ぶつかんなよ。よし、オッケー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 。ニルバーナ回ってなんかあれだね、色なんかやばい色してないね、あんまり。これもう中ボス吹き飛ばしていけんじゃない、これ。なんかここハマれそうじゃない、これ。こんくらいでいけば。はい、天草しろ。あー、ダメだった。ちょっと待って、やばい、なんだこれ、強えぞ。飛ぶよねこれ、さすがに。こういけば飛ぶ飛ぶ飛ぶ、大丈夫。勝負、勝負にかける。え、これプルプルプル。うん、動画ボツかと思ったよ、危ねえ。いいよ、でも今のとこで SS に頼らなくて。ほら、ちょっとサービスっぽいでしょこれ。サービス精神旺盛でしょ。ノアがマジで何もできないな。なんかこの辺で横感、あんまり何もできない。ハートも取りたくない。よし、デクさん、あー、ひよっこだよこれ。これどう踏んでるのこれは。どうしよう、最適解はどこだこれ。あ、でもこれ横でカン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 っていきたいな。もうひよこでいいから、こういくか。はい、あー、ひよこだよ本当に。ちょっと待って、怖いな、これ超絶にしちゃむずくね。ガーゴイルこれ倒せるかな、ひよこで。ひよこって超弱いよね。ただ倒せるかもしれない、天草だからな。
ふりゃ、あ、倒せるじゃん全然。ひよこ強っ。これはもうガーゴイルが危ないの分かったから、うわ難しいな。これ難しいね。はい、あ、やったー。うわ、うん、まっ、うん、まっこれモンストの上達のコツ、これ自分にうんまってこれ言い聞かせることだから、そう俺うめえみたいな酔いしれがこのまた上達をね引き起こすから。オッケー、これ全踏みで、えいっ、オッケー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 、あ待って、全踏みだとリオコじゃん、折れたよしよしよし、もうでもこれは安全。てか SS 全部溜まってんだけど、待って、これデク君で吹き飛ばせるとかあんのかな。またあ、これ全部踏んじゃいけねえんだ。ちょっと待って、こんくらいかな、こんくらいかな、え見えてる、え横じゃないけど、おーっしゃー、うまい、俺うめ、俺うめ、あこれは全踏み、次の配置とかわかんないからこれでいこう。あ危ね、オッケー完璧ボス多分。ただなんかあの怒りゲージみたいのが普通のニルバーナってなんかあったよね、なんかここ超えるとなんかいきなりなんか危ないみたいな、なんかあったよね確か。うーわ魔法陣だらけじゃん、あんじゃんこれ、うわ顔赤っ、あさっきの中ボス普通のニルバーナか、やっぱこれノアの SS ぶっ放しちゃダメかな。ただスピードがわかんないな、最後に当たんなきゃいけないんだもんね、これちょっと微妙だよね。そしてデク君打てないじゃん、3ゲージしかないんだよな。いやーこれ減速率がわかんないので、ちょっとハートは取りたくないので、いやハート取ってもいいか、ちょっとちゃんと戻ろう。はい、あー結構、やっちゃったよ。こんな減速しないのかトンボ。うーわこれは、これでも順調に全部にダメージを与えてった方がいいから、こうかな。はい、えべ1個目踏んでるし、おーおーおお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 おこれトンボやばくね、これ SS 横でやったら吹き飛ばせるとかないかな、これ早まりかな、それこれ下にいてトンボから倒さなきゃいけなかったんだよね多分。これヒヨコになって縦で直に行って下のトンボ2体やれんのかな、これいや怖いな、なんかデク君あれば後半大丈夫な気がするから。いやでもこれで飛ばせなかったら回復されちゃうんだよ。いやー暴れるか、1234、いや4個踏まないよな、ちょっとこういってみるか普通に。でも上来ちゃいそうなんだよな、いやでもあ待って、ああこっちからいってみるか、天草に当たって、よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない、加速もして、ただなんか中途半端に全部に当たっただけで、あー回復している、あこれ横からしてぶっ飛ばせねえかな、やってみるか、天草強いから多分やってみようバイタルキラー使えなくなっちゃうけどね、いいや、見えない矢印が、こんくらいかな、あははは、松田頼むせー、あんま入んねえな、強いニルバーナかい、ただ怒る、これノアぶっ放したら使いすぎ、でもデク君で次で吹き飛ば、震えとる、え回復しすぎちゃう、ノア打てねえ、あ次デック打とう、ゲージ超えた方がいいよねこれ絶対、
倒して、よし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 。あれ、バイタルキラーって何パー？バイタルキラーって何パー以上？ただなんか、これまた回復されて死んじゃいそうな気がするから、もう撃っちゃおう。デク君は撃たないと逆にもったいないから。これ銃に当たんねえよな。こんくらいなイメージ。いいとこにパコーン3200万、飛んだんじゃない。まあまあどんくらいかやったかな。これよかった。そしてノアも残っている。これノアがいいとこにね入れれば。そのままに指でやった。デク君ありがとう。こっからだな勝負は。ただこれまたゲージ超えてんだけど。あ、待って、ちょっと待って、ノアがいるからあんまザコ倒しすぎない方がいいよね。ただノアの減速率分かんなくて、これボスに当たんなかったとか言ったら終わりだよね。あ、ノア骸骨止まるじゃん、よく考えたら。やばい。どうしよう。ひよここはすぎる。デク君全部飛ばしてくれなかった。どうしよう。魔法陣の位置が意地悪すぎるぜ。とりあえずもう順当に行こう。ここは勝ちたい。絶対中入って。これでもう回復されないってことだよね。オッケー。これは魔法陣踏んじゃうよね。絶対踏んじゃうけど、ひよこになってもいいか。こうやっても避けらんないよね。一応狙ってみるか。多分無理だけど。あー無理だけど、オッケー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 。ノア、えなんか震えてるんだけど。ちょっと待って、これさ中途半端に飛ばしてさやっちゃったやつ。やっちゃったやつなのこれ。待って、ニルバーナはギリ死なない。回復しとけば次でハート取ればギリ死なない。多分そう。デク君の回復もある。大丈夫だ。超絶で死なない。死なないか。待って、まずいまずい。うわあるかな。でも8万ぐらい HP あるからさ、ハート取れば。うわ、ガーゴイル1体でも倒しておきたいよね。ハート取ってガーゴイルかな。こうかな。もうこれしか分かんねえわ。ピンチだな。待って、貫通になるって。これ骸骨カンってなるっしょ。おいおい、ガーゴイルの攻撃来たらやばい。左のガーゴイル倒してひし形を描いてハート取る。え、ハート取れるか。こういう感じ。
ガーゴイル、やばいやばい、これハートと、ガーゴイルに挟まんないと、これ多分積んでる。うまく下入ればもう飛ばせるとかあんのかな。ハート取ってももう生き延びらんないかな。どれが何のキャラかわかんねえや。もう本当だったら上行って魔法陣踏んでガーゴイルと骸骨の間に入りたいんですけど、到底できなそう。直で狙うか。ヒヨコでも挟まれば倒せんだろ。え、無理無理。天草だからいけるだろ。信じる天草。ありがとうございました。